おはようございます。お久しぶりに本日はアフレコをさせていただきます。今回は珍しく元気がございません。久しぶりにね、生理痛でダウンしております。普段は生理痛とかそんなに重たくはないんですけど、1年に何度かだけ本当にきついっていう日があります。ちょうどね、今回お仕事お休みの日だったので、もう今回はしっかり家で休んでいこうかなと思っております。まったりぐったりしてますね。さあ、そしてね、本日はちょっと元気のない動画になってしまったので、久しぶりにアフレコを当ててみました。なんとかアフレコでね、元気のない感じ半減できてないかなと思います。さあ、そろそろね、薬が消えてきた頃かな。はい、動けるまでに回復しました。まだでも寝ぼけております。じゃん、この歯磨き粉ね、お気に入りで、すごいなんというか美味しいんです。口の中美味しいって感じになります。さあ、そして次も大好きなコーンスープ、これが本当に美味しいです。まあこの日はね、冷たいまま飲みましたが、最近気づきました。温めた方が美味しいかもしれない。いただきます。最近はもうこれを常備してあります。少しずつね、薬もしっかり効いてきて、お腹の痛みがだいぶ和らいできました。まあ一旦ね、一旦 YouTube、TikTok 見ていきましょう。さあ、少ししたらね、お腹が空いてきましたので、まあ家にあるもので食べていこうかなと思います。ちょうどブロッコリー茹でてあってよかった、昔の自分に感謝。ブロッコリーってさ、焼くとすっごい美味しいよね。さあ、もうね、こういう体調の悪い日はもう焼くだけ、もう焼くだけ簡単なものにしちゃいます。一人暮らししてるとさ、体調悪い時こう食べ物に困るので、なんとかね、冷蔵庫にいろいろ入ってて今回良かったです。いただきます。焼肉のタレ、もうこれかけておけば何でも美味しい。今日はブロッコリーとお肉とズッキーニ焼きました。ズッキーニ本当に大好きなんです。美味しい。最近よく庶民的ですねっていうコメントをよくいただきます。 YouTuber って聞くとなんか確かに豪華贅沢っていうイメージあるかもしれないですが、私はただの OL なのでめちゃめちゃ庶民的です。よろしくお願いします。さあ、食べたばかりですが、まあまだね、まだまだ本調子ではないので、しっかり横になって寝ていこうと思います。女性も男性も体調の悪い日は無理せずしっかり休みましょう。ここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。